どうも、遠藤です。バトルグラウンド。今日はですね、すごいくだらない話をします。まあね、バトルグラウンドでね、絶対に1キル2キルできる方法があるんでね、ちょっと今回それを皆さんに紹介しようと思います。まあね、非常にくだらない方法なんでね、多分1回2回やったらすぐに飽きると思うんでね、まあ大して使える技じゃないんですけども、ネタとしてね、今回1回それをプレイしてみようかと思います。まあなんとなくね、察しがつくと思うんですけどね。まあ、基本的には降りないです。ずっと飛行機に乗ったまま、このままふらふら空中をと思ったら降りてしまった。なぜか自動で降りてしまう。おっと、周りにね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11人の人が同じように降りている。誰も動かない。これはどうしたのか。回線切れかな？というよりね、このゲームなんか知んないんだけど、なんか、なんだろう、100人でやるだけあって、結構回線が切れる人が多いみたいなんだよね。で、こいつら全員回線切れた人です。はい、でね、回線切れた人がね、11人ぐらいいるんで、こいつらを片っ端からぶん殴っていきます。でね、ヒューと同じ格好してみんな落ちてくるんですよね。もうみんなもう何しに来たんですかね、こいつら。武器も取りに行く様子もないし。ってな感じでね、しょうがないんで、ちょっと私がね、引導を渡してあげましょうということでね、顔をぶん殴ってく。はい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 、1キル。で、こいつ殴って、2キル。はい次。いや、いっぱいいるね。誰も動かないね。ってことで、3キル。で、こんな感じでね、ぶん殴っていきます。で、4キル。もうだも今回はね、ちょっと非常に多いですね。まあ、今回つってもなんか2、3回しかやってないんだけど。こんな感じでね、結構な人数がね、最終地点に落ちてくるんでね。もうその回線切れたやつをぶん殴ればね、もう、おのずとキルは増えてくっていうくだらない話ですね。8キル。すげえな、回線どんだけ落ちてんだよ。まあ、100人でゲームしたらそんなに落ちるもんなのかね。こうやって、保護していく。で、10キルかも。11人いたってことかな。で、これで11キル。で、だいたいね、終わったんでね。まあ、今回はもうこれが目的だったんでね。ちょっと、あと適当に死にましょうか。おっと？えい。ヘイヘイ、ヘイユー。キルミー。あははは。ちょっととりあえず、逃げてみっか。追っかけてくるかな。メガネのおじさん。逃げろーい。追っかけてくるー。What are you running for? おー、なんだ。You were just punching a bunch of people today. パンチラピーポ？What are you running for? Come back. 戻ってこいっつってるね。お前どこから来たんだ？戻ってこいみたいなね。I'm your ショットガン持ってる。もうこれ勝ち目はないんでね。適当に死んでもいいんだけど。へい、挑発していく。not gonna shoot you. I'm serious. So, うるせえな。we run in a circle. ほら、やってみいや。かぐってよいや。って感じでね。まあ、ちょっともういい加減撃ってもらっていいんだけども。適当にね、死んで終わろうかと。おー、撃ってきた。って感じで死にましたね。まあまあ、こういうくだらない感じの方法もあるっていうね。これでね、なぜか報酬500円ぐらいもらえちゃうんでね、ちょっと流行るかもしれないですね。まあもう一回ぐらいやってみましょうかね。はい、ってな感じで今回はね、3人の対戦出力者がいるってことですかね。おっと ?4 人？お、7人、7人結構今回も多いですね。ということでね、開幕から7キルまずしていきましょう。でね、これ面白いことにね、もう何人か気づいてる人がたくさんいるんでね、同じことをやろうと思ってる人と被ったりするんですよね。そしたらね、いきなりこれみんな止まってるように見えるんだけど、いきなり3人ぐらいは中身入っててね、動き出すんだよ。もう今回は大丈夫かな？誰も動いてないね。そう。それで3人ぐらいね、中身入ってて、実は入っててね、降り立った瞬間に格闘戦が始まるんだよね。それがちょっとね、滑稽で面白くて。まあ、そういうゲームもありかなって思ったんだけど、ね。
つうことでね、まあ、これで開始早々何キルもできるよっつう適当な動画ですね。で、人の顔を殴っていく。ヘッドショット。ヘッドショットして、パンチでヘッドショットしていく。思ったよりね、視点を上に向けないとヘッドショットにならないんでね。おらおら、おら!ヘッドショット。さて、どうしようかな。あー、だいぶ円も遠いですね。これは絶望的だ。まあこれデメリットもあってね、必ず端の方で降りちゃうんだよね。常に円の内側に向かって走るような感じになっちゃうんだよね。だからまあ効率はあまり良くないし、そもそもね、何回もやったらもう、何回かやったらね、もうこれ飽きちゃうんだよね。この方法はあまりおすすめはできないです。まあそんな方法もあるよっていう感じで見てもらえればなっていう感じですね。てな感じでどうしようかな。車があればいいんだけど、まあ、適当に装備も探しつつ車でも見つけましょうかね。おっと、敵がいますね。結構ギリギリだな。まあ、なんだかんだ言ってね、生き延びちゃってて生存中ですよ。しかもランク10以内、残り9人。装備もね、結構整ったんで、まあまあまあ、チクチクとね、攻めていくことも考えたいけど、これ後がないんだよな。奥にね、敵がいて見張ってるんだけど、なかなか入っていけないんだよ。姿出したら撃たれるよな。で、時間もないんだよね。さて、そろそろ移動しなきゃダメよ。ダメだな。ただ奥にいるんだよ、これ。うわ、円が迫ってきた。ああ、もうダメだな。厳しいっすね。いた!いた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 。気づかれてるかな、あれ。見てるかな、これ。ほら、ほら!はい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 。やべ、撃たれてる撃たれてる。やばいやばいやばい。やばいやばい。もうつか、もうダメだね、これ。うん、あいつ来た、押す。よし、よーし、8キル、俺死亡。てな感じで、なんかまあ6位にはなってたか。まあ実質1キルかな。1キルでランク6って感じですね。以上です。